平野紫仕様から、道江えしへ交代。パブリーズ CM、P&G の情報漏洩騒動に、ジャニーズにんまりみなさん、こんにちは。ジャーナリストとして、今日は興味深いエンターテイメント業界の話題をお届けします。P&G のエアケアブランド、パブリーズの CM における大きな変動が起きており、その舞台裏には驚くべき事実が隠れています。 何が起こったのでしょうか記事をお楽しみください。何わ男子の道江春遊が P&G ジャパンのパブリンズの新 CM に起用されたことは多くのファンにとって待望のニュースでした。しかし、この新しい CM 起用には驚くべき裏話が絡んでおり、その詳細を紐解いていきましょう。 道へ出演のパブリンズ新 CM は今月25日に情報番組などで先行公開されました。以前、この CM にはジャニーズのキングピンス、キンプリから平野市要が起用されていましたが、平野は5月にグループを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場。 現在は、同じく元ジャニーズの滝沢秀明氏が代表を務めるアーティストプロデュース会社トベに移籍しています。ここで注目すべきは、平野がトベに入ってからも、彼が出演するパブリンズ CM は放送され続けていたことです。 しかし、今回、新たに道枝が起用されたことが発表される直前に、メーカーの公式 YouTube チャンネルから平野版の CM 動画が削除されたことです。これにより、ジャニーズを退場した平野から、現役ジャニーズの道枝に CM キャラクターが引き継がれる形となりました。これについて、一部の金プリファンからは不満の声も上がっています。 なぜなら、X、旧ツイッター、上では、道への、パブリンズ、C、M、起用が正式発表される数日前から、平野から道へに交代するという情報が出回っていたのです。発信元の X アカウント主は、P&G の社外費のカタログに道へが写っていたと投稿しており、グループを分裂に追いやったとして、ジャニーズ事務所に強い恨みを抱いています。 ファブリーズの CM において元ジャニーズの平野が降板し現役ジャニーズの道へが登板することに反感を抱いたと言えるでしょう。さらに一部のファンはファブリーズの不買を宣言するほどの激しい感情を抱いていました。しかしこの情報漏洩騒,騒動により結果的に得をするのはジャニーズ側のようです。この騒動の発端は P&G 関係者が社外費のカタログを外部の人間に渡したことでした。つまり、情報漏えいと言ってはならないミスを犯してしまったのは P&G サイドです。以前から、ジャニーズタレントは同社の多製品にも起用されており、両社は良好な関係を築いてきました。しかし、この漏えい騒動により、P、P&G はジャニーズに貸しを作ってしまったのです。 ジャニーズはこの状況を逆手に取り、パブリーズの CM 起用において、ジャニーズタレント以外の選択肢がなくなる可能性もある中で、道へ主任を起用することで、新たな成功を収めるかもしれません。一方で、飛び入りした平野仕様にも新 CM が決まれば、ファンの心も少しは晴れるでしょう。 この CM の舞台裏には、エンターテイメント業界の裏側で起きた意外な展開が隠れていました。これからの展開に注目が集まりますが、ジャニーズと P&G の関係がどのように進展するのか、今後の動向を見守りましょう。結論、パブリーズ CM における平野仕様から道江春ゆえの交代は、エンターテイメント業界における予測可能な出来事でした。 情報漏洩騒動から浮かび上がる舞台裏には、ジャニーズと P&G の関係が変容し、新たな展開に向かう可能性があります。ファンたちは、今後の CM やジャニーズメンバーの活躍に注目し、エンターテイメント業界の面白さを堪能することでしょう。この記事では、 P&G のパブリーズ CM に関する情報漏洩騒動とジャニーズメンバーの交代について詳しく掘り下げました。読者の皆さんにとってエンターテイメント業界の舞台裏に光を当てた興味深い記事となっていることを願っています。